上司にセクハラされたので、せめてパワハラとかにしてほしいとお願いしたリーマンコンビニコです。本当にうちの会社は行かれてる。本当に隅から隅まで行かれてる。僕は仕事に詰まると現実逃避も兼ねてビルの共通部分であるフリーデスクコーナーみたいなとこを使う。そこではそのビルを使っている人なら誰でも使っていいフリーデスクがたくさんある。ある日そこでとんでもなくでかい音でタイピングしている人がいた。タイピングの音と勢いが今まで聞いた音の中で一番でかい。マジで今まさにクラッカーのハッキングから自社システムを守ろうと戦っているのだろうか。勢いだけで言ったらマジで使徒が襲来した時のネルフ本部ぐらい騒がしい。誰と戦ってるんだ一体。マジでうるさい、びっくりしちゃう。さすがにうるさすぎるので後ろからこっそり覗いたら普通にオンラインゲームしてる。うるせえよしぐうるせえよ、せめて仕事しろよ。その後ボソボソ、くそ遅い、反応が鈍い、もっとやれるだろ俺とかつぶやく声が聞こえる。完全にそっち側の人だ。ダメだ、もうこちら側に帰ってくることはない。でも一つ言えるのは、この共通スペースで使えるフリー Wi-Fi は激遅だから、彼がどれだけ早くてももう一生そのラグは消えないってこと。そしてよくよく見ると、彼は最近中途入社した新人くん。びっくり。うちの会社では口が臭いやつか肝っ玉が座ったやつしか入社しないみたい。さすがに先輩として一応注意しないといけない。仮に僕が夜勤中に会社にデリヘルを呼ぶようなやつだとしても、仮に上司の席にこっそりちょっとだけおしっこをつけるようなやつだとしても、それでも先輩としてこの場は注意しなければならない。仮にとは言うけれど全部事実だし、俺は人様に注意できるような立場ではないことが明白。注意なんかしたくない。でも気づいてしまった以上、見てみるふりもできない。というか堂々とゲームしすぎじゃないか。新人くん、君はもうゲームだとすら思ってないんじゃないか。一応時間を確認するが、やはり今就業時間、ちょっとやそっとの休憩なら私もすでに20分以上ゲームしている。もはやゲームではないのかもしれない。僕はそう思えて仕方なくなってきた。彼は独自のプログラミング技術でありとあらゆる弊社システムのサイバー攻撃をゲーム形式で倒すというハイテクソフトを作ったのかもしれない。これなら知識がない人でも楽しみながらサイバー攻撃を防ぐことができる。新人くんはそんな奇跡のソフトを作り上げたのではないか。そして今まさに過去最大級の敵を眼前に立ち向かっているのではないだろうか。ないだろうな。そんなわけない。彼はいかにも仕事ができなさそうな風貌をしている。まるで僕とウリ二つ、生きがいはアルコールかゲームかの違いだけ、そんな腐った人間性が垣間見える。しかし彼はめちゃくちゃ仕事ができるかもしれない。そうなると彼を注意して、彼がこの会社を退職してしまったらどうなるだろう。会社としてはそっちの方が損害が大きいかもしれない。責任の矛先は俺に向かうのではないか。それだけは避けたい。しかし先輩として、ここは強く注意すべき現状なのは明白。俺は自分のことを棚に上げてまで人様にあれこれ言ってしまうようなクソ人間なのか。いな、そうだ、その通りだ。俺はクソ人間。今さら何を迷う必要があるのだろうか。俺は俺の気の向くままに生きよう。よし、注意しよう。俺は意気込んで彼の肩に手を置き、すみませんと言った。彼は何と返す。すでに上下関係は破綻している。そうか、俺は彼を新人君だと思い込んでいたが、そうではないのだ。入社年数で人は測れない。彼は僕より先輩なのだ。そうであれば、すみませんに対して何という会話そのものが成り立つ。僕は何でもないですと言い残し、その場を後にした。彼は僕に問いかけたかったのかもしれない。新人とは、上下関係とは、就業時間にするゲームは本当に良くないことなの、そもそも人生とは。彼は多分それを伝えたかったのだ。ただそれだけなのだ。僕は彼に教えられた。彼に大事なことを教えられた。そうだ、僕もゲームしよう。でもゲームは超弱いからマッチングアプリにしよう。そうだ、今すぐタンタンを入れよう。そしてこのオフィスで出会いを探そう。オフィスのど真ん中でタンタンをインストール。僕は堂々とマッチングに勤しむ。ひたすらライクを送り続ける。その集中力たるやサマーウォーズのラストシーンのよう。そして僕の肩にポンと衝撃が加わる。刹那、僕は背後の人気に気づく。振り返ると上司が僕を見ている。とりあえず何と言ってみる。上司は少し微笑んだ後僕に告げる。お前研究な。僕の頭は瞬時に一回した。なるほど、これが人生か。以上です。